きげんよう。ごきげんよう。はい、今日もヨゴチャンネルへようこそ。気楽に気楽にお勉強していきましょう。では早速。お久しぶりです。あ、お久しぶりですね。1年ぶりですね。お元気でしたか？はい、おかげさまで。いかがでしょうか。ロングターミナルシーン、よく使う言葉だと思います。久しぶり、久しぶり、久しぶり。はい、ちょっと早く言いましょうか。久しぶり、久しぶり、久しぶり、久しぶり。はい、久しぶりですね。はい、1年ぶりですね。1年ぶり、1年会ってなかったんですね。1年ぶり。元気でしたかって。 How are you? はい、元気です、おかげさまで。このおかげさまっていうのはあまり英語では使わないと思うんですけれども、 Thanks to とかそういうふうになるのかな。はい、おかげさまで。これおかげさまってすごく便利な言葉なので覚えておきましょう。おかげさま、おかげさま、おかげさま。はい、あと元気です。 I'm fine, I'm good。 元気です、元気です、元気。よく聞く言葉ではないですか。元気、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 元気。覚えましたか。では Long time no see、 日本語で何て言いますか。そうです、お久しぶりです。久しぶり、をつけるのは丁寧ですね。お久しぶり、まあ久しぶりで大丈夫です。久しぶり、久しぶり、久しぶり。はい、ヨコチャンネルは久しぶりにならないで毎日見てくださいね。はい、では早速、今日は期間について学んでいきたいと思います。まず、はい、これは覚えるしかないんですね。1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日。 1,2,3 の言い方とちょっと変わるんですね、日にちになると。もう一度いきます。1日、1日、マンスで言うと1日で、例えば、February, first February だと2月1日という言い方をします。1日。ただ、久しぶりで1日ぶりですねとかいう言い方で言うときは1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日。ちょっと早くいきましょうか。1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日。言えますか？これはもう暗記するしかないです。頑張ってください。では、次に、ウィークでいきますね。1週間、2週間、3週間、4週間、5週間、6週間、7週間、8週間、9週間、10週間。もう一回いきましょうか。1週間、2週間、3週間、4週間、5週間、一緒に言いましょう。6週間、7週間、8週間、9週間、10週間。言えましたか？では、マンスで。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、7ヶ月、8ヶ月、9ヶ月、10ヶ月。言えましたか？ではもう一度。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、7ヶ月、8ヶ月、9ヶ月、10ヶ月。言えましたか？では、1年、2年、イヤーですね。1年、2年、
3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年。一緒に言いましょう。Speak with me, okay? はい、いきますよ。もう一度。はい。1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年。はい、では、クイズいきますよ。Today は2日。5 day、5日。はい、では、6 day、6日。覚えましたか？もう一回いきますよ。じゃあ、今度は。8 day、8。8日。9 day、9日。10 day、10日。覚えましたか？何回も何回も言って覚えるしかないです。ですので、この回を何回も何回も何回も見てください。はい。Long time no see 覚えてますか？お久しぶりです。久しぶりです。元気ですか？元気です。いかがでしょうか？それでは、また見てくださいね。